クサストローはシステムライフサイクルをデジタル化、自動化、省力化することを目的としたオープンソースのソフトウェアスイートである。システム構築や運用において従来は人手がかかっていた部分を効率的に管理、運用する仕組みを提供する。アンセブルやターロフォームなどの自動化ソフトウェアやザビックスなどの監視ソフトウェアと連携して使用する。スイートには 以下のソフトウェアが含まれている。システム構築、設定に向けた、クサストロー IT オートメーション及びクサストロー、プレイブックコレクション、システム運用に向けた、クサストローオペレーションオータナミーサポートエンジンがある。2019年4月に OSS として公開されたシステムパラメータをデジタル化して一元管理するためのオープンソースのフレームワークである。システムパラメータは、 自動化ソフトウェアを介してシステムに設定することが可能となっている。システム構築で利用される OS やミドルウェア用のアンセブルプレイブック集である。実機からパラメータを収集するプレイブックが含まれており、構築後の設定確認時などに活用できる。現在、OS、Apache、Ease、SQL Server、Zabix、Ginx が追加公開されている。 システム運用業務の自動化、効率化、省力化を実現するためのソフトウェアである。2020年3月に OSS として公開された。システム運用におけるノウハウやドキュメントをルールとして一元、管理し、運用情報から対処方法を自動で判断する。さらにクサストロー IT オートメーションと連携して対処を自動で実行することも可能となっている。 判断するためのエンジンには、レッドハットデシジョンマネージャーを採用している。クサストロー IT オートメーションハット、クサストロープレイブックコレクションハット、クサストローオペレーションオータナミー、サポートエンジンハット、自動化支援ソフトウェア、アストロール IT オートメーションを OSS 化し、業界におけるシステム構築の自動化を推進、最新企業動向。 s s s m b 日経 c o j p 2020年10月27日閲覧 IT 運用の自動化を一歩先へ o s s ア n s e v e r Playbook が持つ可能性マイナビニュース二千2020年10月27日閲覧特別対談多くの企業はどこで自動化につまずくのか ZOZO ゾゾテクノロジーズお菓子 NEC 吉田氏 マイナビニュース。2020年10月27日閲覧。既存システムとクラウドネイティブを別々に自動化していませんか ?IT。2020年10月27日閲覧。クサストロースイートプレイブックコレクションドックス。GitHub。2020年10月27日閲覧。リリーシズクサストロースイートオアセ。お イトハブ、2020年10月27日閲覧。ありがとうございます。